はい、どうもこんにちは、サイです。今日はですね、ヨッシーを描いていきたいと思います。マリオに出てくるキャラクターの描き方は再生リストにまとめてありますので、よかったらそっちも合わせてご覧いただけると嬉しいです。くるくるくるーと丸く描いて、で、ピッ。で、目を縦長の丸で描きます。もう一個縦長の丸を描いて、ちっちゃい縦長の丸を描いて、ここくるくるっていきます。で、上をもう一曲くるっと描いて、で、こっちも縦長の丸で描いて、手を縦長の丸を描きます。で、白いも縦長の丸を描いて黒く塗っていきます。で、上をピッと、で、鼻の穴で、口を開けて、で、後ろもこう、こうと書いて、首をぐーん、ぐーんと。で、後ろに三角をぴょこと書きます。で、体を黄緑で塗っていきます。ここまでですね。で、首はここから白なので、ここは黄緑になります。口を赤で塗っていきます。で、とんがりをオレンジで塗っていきます。はい、というわけで完成です。もし参考になったらチャンネル登録やいいねボタン押してもらえたら嬉しいです。で、何か書いてみたいリクエストがあればぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、というわけで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。